ジョン・リカルド・デンプシーは、アメリカ合衆国テネシー州、フェイエットビル出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1960年代から1990年代まで24年間現役で、プレーした4ディケード選手でもある、トロントブルージェイズなどでプレーした、グレッグ・ゾーンは追いにあたる。1967年のドラフトで、ミネソタツインズから15巡目指名されプロ入り。 1969年にメジャーデビュー。現役時代は6球団に在籍したが、最も輝いたのは11年間所属した、ボルチモアオリオールズ時代で、特に1983年は、ワールドシリーズで13打数5アンダー、打率、385.2塁打4本、本塁打1本2打点の活躍を見せ、世界一に貢献。シリーズ MVP を受賞した。また、 ロサンゼルスドジャース在籍時の1988年にも世界一を経験した。引退後はマイナーリーグの監督、メジャーのコーチを歴任した後、2007年より解説者として活動している。父親が舞台役者であるという血筋もあってか、パフォーマンス精神が旺盛な選手として知られていた。1983年のミルウォーキーカウンティスタジアムでの ミルウォーキーブルワーズ戦で、雨天中断となった際、ユニフォームに詰め物をして、グラウンドに登場。すかさず、ベーブルースのかの有名な予告ホームランのものまね、防水シートにヘッドスライディングをし、宇宙のスタンドを沸かせた。その模様が、プロ野球チンプレイ、コープレー対象で紹介され、スタジオにゲストとして登場したことがある。ありがとうございます。